は1978年にデビューをしましたオリジナルメンバーでございます。まあ、先ほども言いましたけども、この大好きな茅ヶ崎に移り住んで10年が経ちました。私の名前は加納隆史と思います。あ、思いますだってなんか分からなくなってきた自分の名前が加納加納隆史と言います。僕の愛称はみんなからターンって呼ばれております。今日はね、このオープンですから、ターンって大きい声で言ってもらっていいですか。せーの、ありがとう、ターンです。ありがとうございます。加納隆史です。そして、私は同じ名字が加納と言います。え、サーカスに10年前に入りまして、今親子世代ということで歌ってるんですけれども、よく見たら父でした。はい、そうです。私の名前は加納ありさと思います。そうだったね。そうだと思うよ、きっと私がサーカスに入ったのは10年前ということは、本当に加納ファミリーが茅ヶ崎に移り住んだ頃にサーカスに入ったというね、はい、なんかその10年の歴史ってすごく、なんか思い入れ深いというか、そうですね、そんな時間でしたね。本当に素敵なところですよね。ねえ、湘南ボーイ、湘南ガール、湘南じいじ、今日は孫も来ておりまして。そうですね、はい、それじゃあその A 面の曲、昔はレコードでしたからね、 A 面と B 面に分かれておりました。ひっくり返して B 面、 A と B の時代が終わりました。ですから次は C と D で CD になりました。そういうこと？そういうことでございます。ちなみにこの曲のアレンジは坂本龍一さんなんです。はい、それもちょっとね、一緒に楽しんでもらいながら聴いてもらいたいですね。はい、その年のレコード大賞の、編曲賞もいただきました。それじゃあその坂本さんのアレンジもお楽しみください。アメリカンフィーリング、もし覚えてる人がいましたら、アメリカってこうやってこうやって横にやりますから、一緒にやってくださいね。アメリカンフィーリング。あなたからのエアメール、空の上で読み返すの、窓の外はスカイブルー、影に一つない愛の色、心洗う旅の日々、自由な空よ誓ったのよ、誓ったのよ、愛する人はあなただけ、今日からもう何も迷わない、私は鼓膜との風、 Feeling in America, in America, America、 諦めく季節の中で抱きしめるから、先々でいつもあなたを思っていた、そうよ、初めて気づいたの、あなたの胸は愛のエアポート、今私は I'm not afraid to die.
茅ヶ崎の